はい、アビちゃんでございます。ポンチさんですけどもね、こちらに来ました、スシローさんでございます。ドドン。まあスシローといったらもう回転寿司ですよ。1万円食べ伸びします。きたー、ありがとうございます。まあ、私たちね、1万円はしご酒とか、まあやってきたんだけども、今回はまあスシローで、お寿司とかお酒を飲んで、まあ1万円を使い切ろうという企画でございます。はい。寿司食ってお酒を飲むという最高の企画でございます。はい。じゃあもう早速、スシロー行きましょう。行きましょう。めっちゃ久しぶりにスシロー来たけど、だいぶ変わってるね。すごくない？なんか、もうモニターだね。これ。これすごい、もう全体がモニターよ、これすごいよ。でこういう感じでやっていくと、すごい画期的。すごいよ。もうあれの事件からってことでしょ、要するに寿司ペロから、寿司ペロからのってことやんな、はい。じゃあもう早速、じゃあもう頼もうかね。もう1万円なんで、まずアルコール、あ、いいね。あ、メガ生ビールジョッキとかあるよ。え、これいく、いったん。そうだね、これ2いくか。じゃあ一回、じゃあ注文して、はい、寿司もじゃあ、もう食べたいやつ、もう好きに、お好きに、炙り3貫、本日の3貫、うわー、サーモン3貫、これ、そういうことか。うわっ、こうもう、画期的。ダブルでいけんだよ。なるほどね。だからもう、だからお互い食べたいやつ、そういうこと、そういうこと、どんどん行こうよ。うわ、すごっ。でも俺さ、普段やっぱ高いの行かないからさ、めっちゃわかるわ。軽々しく押せないんだよね。そうなんよな。結局150円の寿司をね、うまそうと思っちゃうの。ありがとうございます。来た来た来た、バカデカ、バカデカジョッキ1万円分、よし、飲み尽くしましょう。よっしゃ、じゃあ乾杯。乾杯。はい。うまい。前、飛んできた。いやすげえ。うわ、来た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 、いいじゃん。早いね。え、てか、なんかこんなんも始まったよ。何これ。抱っこ寿司スロット、スタート。え、これ当たったらどうなの？おい。ちなみに、ね、もうサーモン3貫、なんか本日の3貫、これ炙り3貫と、サーモンとオニオンスライスマヨネーズみたいな。これで多分まだ1000円もいってないよな、じゃあいいですか、早速もう行きましょう。ただもう俺のだ、全部飛ばしすぎじゃない？あ、あと飛ばしてんね。飛ばしてます。すごいじゃん。もう、え、飛ばしてます。これも飛ばし、いやいやいや飛ばしすぎでしょ。飛ばしてます。すごいね、この三貫盛りからいくわ。ちょ、わさびをもうね、上に乗っけて。え、なんか当たりきたよ当たったらしい抱っこ寿司マスコット。これ後でじゃあ開封しよう。後で記念すべき1貫目、いただきます。え、1枚だっけ。そうよ、秒だわ。秒、うん、あ、秒です。ほんと、うん、うん、あ、サーモンもうまっ。余裕。こんな幸せいいんですか。ねえ、すごいぞ。こんな幸せいいんですか、マジで。余裕、余裕だね。うん、え、全然なんかもう秒なんだけど、うん、幸せの幸せじゃない。うわ、うまそう。炙り、炙り系好きなんだよな俺。いいじゃないの。炙り、醤油かけて、炙りサーモンかな。めちゃめちゃうまい。いいね。やっぱ寿司ってうまいな。よし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 、マジで余裕だよきっと。うん、うん、めちゃくちゃきたね。どうもどうも。ガリ食いたいな。ガリやっぱこうなんだよ。
あれから。あれ、そっか。あれからこうなんだよ。あれ以来ね。タガミも。よし。タガミさんも。よしよしよし。寿司をね。寿司食わねえとね。うん。これ、サーモンね。うん。お子ちゃま舌だからサーモンが一番好きなんだよな。俺もめっちゃサーモン好き。あー。うまそう。もう余裕でしょ、1万円。本当に余裕だと思う。ね。うん。ああ、いいね。でも、すぎる気がする。結構150円系とか頼んでるけどね。うん、うまい。うまいな。うまい。うん。よし、食べましょう。食いましょう。うん。まあ、これでここにあるのを全部食べきって飲みきったら、うん、まあ、4700円ぐらいってことでしょう。全然オーバーしちゃうかも。あるね。あるある。うん。全然あるよ。うまいよ、スシロー。うまい。うん。うまい。うまいね。うん。ガリを。うん。ガリ食べも食べていいか。うん。うま。最高だね。やっぱ多分お酒抜きだったら、うん、結構しんどいかもしれないけど、お酒飲んだら、うんうん、結構楽なのかもね。かも、うん、1万円分って、うん、まあ、まだ食べきってないけどね全然序盤だけど、うまっ、めちゃくちゃうまい、うん、ここで回転寿司になったのね。そうだよね、時代は、うん、あれがあってでしょ。あれがあって、うん、いいかもな、そっちの方が。まあね。うん。うん、ああ、うまっ。え、ちなみに、うん、平均どのぐらいターミは食べるん、寿司。10から15ぐらいじゃないですかね。まあそんなもんだよな。そんなもん。うん、10、俺も10、そんなもんだな。うん。こんぐらい食ったらもう、満腹。結構パンパンになるよね。なりますなります。うん、俺あんま寿司、回転寿司で酒飲まないから。まあ俺もそう、まあ、あんま飲まないちょの前かな。うん、うん、贅沢する時だけ。うん、うまっ。うまい、寿司のうまい、マジで。うん、ちょっと高いの緊張するよな。そう、高いのってなんで緊張するんだろうね。緊張しちゃうのよね。これ結構見えないもんだって。うん、そう、見えない。うん、弾いちゃう、弾いちゃう。うん、ああ、まあ、ちょっと俺サイドメニュー行ってみようかな。そうよ、せっかくならね。うわ、だし巻き卵とかいいやん。ポテサラとかうまそうだけどな。お。タイですか。タイです。うわ、また抱っこ寿司スロット始まった、始まった。こんなさ、大きなモニターでやるのすごくない。すごい、迫力が違う。子供大好きやん。うん、でも意外と気にせずバカみたいに食った結果、うん、1万円とかだと思う。うんうんうん、うん、飲めるんだよな。うん、あ、でも意外と今ちょっと来たわ。うん、めっちゃ頼んでた。ロケットスタートだったから阿部さん、うん、びっくりしちゃってんの。タガミも追加で、うん、めっちゃ頼んだ、めっちゃ頼んだ。うん、わ、うまっ。うますぎ。やっぱ寿司ってね、すごいよ。幸福度が違う。そう。寿司って人を幸せにするよな。うん、寿司ビール一番いいじゃんって。うん、メガビール飲んだ。いや、なんかちょっと来たな。メガだし。うん。お腹に。うん。うん、でもまだまだ全然俺は。いけるいける。余裕でいける。ちょっと俺あのだし巻きいいじゃん、頼んだ。やっぱサーモンがさ、サーモンうまいよな。結局うまいんだよね。うん、もうやっぱ子供の頃からずっとサーモンが好きなんよ。そうなんだよ。うん、一
一皿520円とか俺頼めないわ。見えない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 、うん、ラーメン屋行くわだったら、うん、本当そうだよね、うん、ラーメン屋行っちゃうな、ラーメン屋行っちゃうよな、うん、だっこ寿司マスコットストラップこれ当たったんだけど、くら寿司ってさビックラポンがあるから行きたいみたいなのあったやん。はいはいはい。スシローにもついにこういう機能が出たんだね。うわあ。誰？かわいいストラップ。イカ。これがなんかイカの、うん、なんか天ぷらかな？唐揚げ？うん、そうね、唐揚げか、うん。イカの唐揚げ。ありがとうございます。ありがとうございます。あります。メガハイボール。じゃあメガで。はい。はい、かわいい。はい、うん。メガ。まし。いいメガ。うん。宅配でしょこれしかも。うん。こっからちょっとおつまみ食って、うん、だし巻き、うまっ、作りたてのふわふわ感というか、めっちゃうまくね、回転寿司のレベルじゃなくない、だしがすごいふわふわしない、ふわふわだし、だしすごい、うん、うまい、うん、いやーやっぱスシローってすごいんだな、うまっ、これ初めて食べたかも、うん、このだし巻きみたいなの、俺もめっちゃうまい、サイドメニュー食わないからな普通、うん、やばい俺もうなんか、うん、あんま寿司いらんなくなってきた、流行らないですか、なんかつまみたいというかそっかそっちか、うん、なんか結構頼んじゃったけど、うん、ちょっとつまみたい気分、うん、タコからうん、まっ、なんかいっぱい、うん、テーブルの上にたくさんめちゃ来たよ、めちゃ来てます、うん、これは炙りサーモンマヨ、そう、うん、タコ、タコからね、うん、もっ、飲めるわ、いいね、うん、一番幸せなんじゃないかな、わかる、スシローで寿司食って酒飲むっていうの、うん、ちなみに今いくらか見てみる、おお、もうやん、もうだね、余裕やん、余裕だね、思った以上に余裕だね、うん、マジでこれ飲み切って食べ切ってこの値段でもね、うん、あ全然いけるわ、あなんか回転寿司で1人5000円って結構 使った方よな、うん、使ってると思う、うん、お腹はいっぱいになってきた、うん、タガミが今 1,2,3,4,5,6,7,8 皿、これ5皿、なんか結構お腹いっぱいになってきたな、めっちゃお腹空いてたから、うん、なんか食べたかったのとにかく、はい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 、でもある程度こうお腹今満たされて酒飲みたいゾーンになってるから今、あーうまっ、やっぱメガっていいな、ジョクちゃんお酒だけでも4000円近く、そうだね、半分ぐらいでございます、うん、うん、これお酒なかったら多分相当きついんじゃない、もしかしたら無理だと思う、1万円企画って、うんうん、あーめっちゃ止まってるやん、いいえ止まってる止まってる、いいえ5分は箸持ってなかったよ、いいえいやマジで、いいえ5分は箸止まってた、なわけないじゃん、めっちゃ止まってたよ、だってまだあるんだもん、全然2000円分まだある、まあ、そうそう、止まるわけない、止まったな今、いいえ止まらん止まらん、もう長年一緒にいるからわかるよ、高見があもうこいつお腹いっぱいなんだなっていう、いいえ今年の高見は違う、今年の高見は違うか、うん、2024年は違うと、うん、なるほど、うん、ふうって言ったやんこれ阿部さんよ、え嘘、1,2,3,4,5、俺まだ5皿残ってる、うん、いやミスったな、もっと俺サイドメニュー行けばよかったわラーメン行こうかな、いや俺炭水化物はもういらんな、飲みたい欲が勝ってるだけ、はい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 、うめえ、タコから食ったぜ、うん、朝それイカかも、イカじゃないよこれじゃない、イカだわ、
完食してから気づくことってある。まあなんか似てるしね、うにょうにょしてて、うん、すごいな。すごいかも、うん、見た目タコだもん。イカかも。でもイカって言われたらイカだな、味、うん、完全に。これ別にさ、1枚超えてもいいんでしょ。そう、あの1万円さえ過ぎればいいんだよね、満足するまで。うん、飲み食いする。そうそうそう、たかみ俺の寿司食べていいからね。珍しい。いやまだ違うよな、今じゃなかった。今じゃない。ちょ、じゃあネギトロ食べようかな。うん、え、それ何食ったの。マグロ軍艦山芋。うまいみたいな。うん、うまい。うん、あ、寿司うまっ。うん、お腹いっぱいだな。来てるわ。うん、大丈夫よ。俺今の一皿で寿司ゾーン入った。あ、よかった。うん、あ、俺茶碗蒸しだ。うん、うん、ポテトもいいんだ。これ食べます。いや、いや、うん、あります。よっしゃ、もう一杯。また目がいったんすか。ちょっとまだ飲みきってないけど。すごい。いや、これででも、うん、だいぶいったんじゃない、値段的にも。あと1000円。マジいったと思ってた。あと1000円か。え、まだ来てて、高見茶碗蒸しとか頼んだでしょ。今頼んだ。あと1000円。いったと思ってたよ。まだいってないんだね、これで。すごいわ、スシロー。当たれ当たれ。いや、これね、あの、やっぱ、当たっちまった。当たっちまったよ。びっくりした。うん、うわぁ、うわぁ、すごいパフェ。てか結構食ったね、高見。え、10皿食った。今10かな。10か。しかも3巻のとかもあったよね。ありました。もういいや、寿司は。うん、うわ、チャームしたよ。チャームした、嬉しい。いや、それこそいいな、ラーメンとか。ああ、そうね、うん、茶碗蒸し、もうプリンみたいな。茶碗蒸しってもうお腹いっぱいの人が食うやつだからね。そうですよ、うん、下にいるのか。あ、いる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 。うわー、何それ。ホタテだ。ホタテいいやん。デカデカ入ってるもん。いただきます。はい、熱い。あ、おいしい。あ、よかったよかった。当たりが来たよ。これさ、色違いか。色違いだ。これって何なん。うわ、で、目が3杯目。まあ2杯分だから4杯飲んで、これも2杯分じゃん。でも6杯目ぐらいってことでしょ。そういうことよ。結構よな。ちゃんと酔ってきたもんね。6杯目だから俺、うん、てかこれさ、寿司一貫残し、茶碗蒸しはお腹いっぱいの人だから。違う違う。あ、違う。作戦。あ、作戦ね。そうだね、確かに。うん、全然余裕。なら良かった。うん、うん、あと700円だから、何でフィニッシュするかね。そうっすよね。うん、ああ、ポテトが来た。ポテトが来た。これはつまみだから。だから今これポテト、ここのポテトまでで、あと残り700円。うん、そう、うん、いや、1万円ってすごいな。いや、1万円すごいな。うん、結構だわ。どう、芋カリ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 うまい。一品一品とかにする。そうね。どうする。そうしましょう。てかポテトうまっ。ポテトうまい。カリカリタイプだ。うん、めっちゃカリカリタイプ。あと530円。何を
頼むかによるよな、うん、もう相模は何食べたい？あ、ミルクレープ。マジで言ってんの？しゃっくり出てんのよ。さっきからしゃっくり出てるよ。しゃっくり出始めちゃった。ミルクレープメルパン。あ、じゃあそれで。あ、これね、それで。でもラーメン系いくか。うん、濃厚エビ味噌ワンタン麺とかうまそうだけどな、うん、え、これを頼んだら1万いくんかな？いく。頼みました。これ食べたら、まあ、1万いくと終了。最高の締めじゃん。じゃあこれは何ですか？ミルクレープアイスソフトクリームいちご。女子高生しか頼まないから、こんなすっごいの来たな。すごいの来たね。ミルクレープが、あー、すっごい、あ、まあでも美味しそうだわ。あー、美味しそうですね。美味しい？甘い。そりゃ甘いですよ。ソフトクリームかと思ったら生クリームだった。そりゃ甘いですよ。甘い。一番最高の締めなんじゃないですか。いいね。はあ、やっぱ締めの甘いのっていいんだよね。きたきたきた。しゃあ、これで、うん、これで出ました。出ました。1万円。1万円。ああ、あのね、すっごい満足できた。ちなみに1時間お1時間だったらしい。1時間食って飲んでたね。いやー、いいね。いや、結構満足だ ね、 ね、うん、じゃあちょっと最後のラーメンオープン。ウェイ。おお、ワンタン麺、味噌ワンタン麺みたいなのしたんだけど、うわ、うまそう。うわ、いい匂いする。え、何この匂い。なんだ、魚介の香りがすごい ね。うわ、めちゃくちゃうまそうなんだけど。うわ、結構量あるなこれ。じゃあもう最後は俺ラーメンで締めようか。ええ、行きましょう。うんま、うまい、うんま。寿司屋のクオリティじゃないね。うん、めちゃくちゃうまい。この味噌と、うん、なんかラー油の感じがすごい効いてて、で海鮮の出汁もすごい効いてるわ。めっちゃうまい。エビ出汁みたいなのか、そうよ、ね、すごい効いてる。うん、めっちゃうまいわ。いやー、いい締めじゃん。すごいな。最後ラーメンで締めるってすごくない？寿司屋のラーメンだ。すごいぞ、ね、うまっ。ワンタン。あ、ワンタンだ。うん、うわ、ワンタンもうまい。うん、うん、あー、うまいわ。いいね。なんかスシローっていいな。本当に幸せでしかない、うん、本当に。あー、終わりました。終わったな。終わったな。これは終わ、だいぶ終わったわ。うん、お腹いっぱい。もうあと少し。ラスト。1万円達成です。パチパチ。舐めてたな。ちょっと、ね、なんかスタート余裕だと思ったけど、うん、ちょっと舐めてたな。もう満足、うん、いや、お腹いっぱいだわ。1万円ってすごいね。いや、1万円ってすごいな。うん、うん、だからすごい。 ちなみにね、これです、値段が1万180円。うん、結構頼んでるよ。いや、食ったな。結構食ったね。うん、こんな感じです。はい、だいぶ食った。うんうん、ちなみに、うん、え、こんな感じだよ。ね、タガミが2、4、6、やと12皿と
アイ ス, アイス俺が9皿とだし巻きとタコ、うん、たあイカの唐揚げ、うん、あとラーメンラーメンって感じか。そうね、2人とも食ったよ。食ったね。でお酒がまあこんな感じね、うん、デカビールとメガハイ3、ね、いやーお腹いっぱいですね。お腹いっぱいです。うん、すごい満足した。本当に満足、最高なスシローでした。はい、ということでじゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。バイバーイ。